皆さんの協力をお願いいたします。それではイベント開始時刻までもう少々お待ちください。ステージまで、お客様は丸飲みで食べています。なので、ペンギンたちが飲み込みやすいよう
もこれだけたくさんの人たちがいたら、あなたにはあなたの土俵になってきちんと見られているのかなという子もいるのですが、そのふうに生まれてきます。卵を約40日間うまく温めることができますと、子供がサイズの小さなひなが誕生します。大きな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 。そして駆除されたペンギンたちが海に帰っていく様子がこちらです。先ほどのパネルでは真っ黒だったペンギンたちもこのようにきれいに元気になって帰っていくのがわかります。そして現在でもペンギンたちの保護活動は続けられているんです。最近では餌の豊富な海岸にペンギンたちの繁殖地を少しずつ移動させる取り組みや、こちらをご覧ください。地面に黒い穴が開いているのを分かりますか？これは人工的に作られたペンギンたちの巣穴なんです。このように巣穴を用意してあげることでペンギンたちにとって暮らしやすい環境作りも可能になります。足立みたいな、はい、すいません、はい、サンシャイン水族館でもそんなゲイペンギンたちの健康管理だけでなく繁殖にも力を入れていきたいと考えておりますので、ペンギンたちの成長を温かく見守っていただき、さらには地球環境問題にも出られていただきたい。Thank you.